明かりをつけましょうぼんぼりに。ということで、こちらの会場には大小さまざまなひな飾りが展示してあります。豪華絢爛です。今年で22回目を迎えた福山市友町の友町並みひな祭り、メイン会場の一つ友の浦歴史民俗資料館では、住民から寄贈されたおよそ30点のひな飾りが展示してあります。江戸時代後期に作られたこちらの7段飾りは、飾るためになんと21畳の部屋を準備したと言われています。友はもともと商売人の町であったことから、経済力のある家庭が多く、女の子が生まれると将来の幸せを願って豪華なひな人形を作ったとされています。こうして見るとね、やっぱり立派なので、お道具もすごく立派だから、ああこういうのがあったらよかったんだろうなって思います。こういう伝統は後々にもこう引き継いでいってほしいなと思います。ひな人形は他にも国の重要文化財に指定されている大竹住宅など、町内およそ60カ所で見ることができます。このひな祭りは来月24日まで行われています。